18日の中京 5R2 歳新馬芝1600メートルは、ビップデイジーメスニーコール松下が制した、ビップデイジーは父里のダイヤモンド、母ローズベリル、母の父キングカメハメハの決闘、起乗した後は初めての競馬でまだ分かってない感じだったけど、3コーナーぐらいから手応えよく、直線も手応え通りに伸びてくれました。まだこれからすごい成長してくれると思いますと話した。